この時間は元衆議院議員で弁護士の菅野志織さんに解説をしていただきます菅野さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします菅野さんは消費者庁の霊感商法有識者検討会のメンバーで活動されてきました、えー、菅野さんがこのメンバーに選ばれたその経緯というのはどういったところなんですかあの役所の方からメールが来まして そして実際にお会いして、まあ、ぜひ検討会に入ってほしいということだったので。うん、私としても予想外で、ちょっとびっくりしました。そうなんですね。うん、その河野大臣からのご指名という形なんでしょうかね。あの、直接の指名ということではないと思います。そうなんですね。あの、背景にわかりませんけれども。ええ 普通に公のフォームからメールが来たっていう感じです。なるほど。で、はい、7回の会合を行ったということです。では、そんな菅野さんのご意見もですね、ぜひ教えていただきたいんですけれども、まず今日休一今日えっと旧統一教会のですね会見が行われました。内容を抜粋していますので見ていきましょう。はい、あの質問権についてはこのように語りました。質問権が来た時には誠実に対応します。そして今問題となっております宗教二世問題。 宗教2世に寄り添って教区長と呼ばれるポジションを宗教2世の20人に変えますと明言しました。はい、ということで会見場にはこのようにずらっと宗教2世の方たちが登場するというシーンもありました。はいうん、さららにはこちら第三者的ななな立場がいいいじゃないかと あの指摘されてきましたが、うん、国際的なリーガルチーム法律の専門家に依頼しますということも語られています、うん、今回も勅使河原本部長があ話をしたわけなんですけども、えー、菅野さんは今日のこの会見を見て2世に2世を見張らせるっていうようなやり方は、うん、まあ本当に。あの まあ、悩みを通過した方々というふうにもあの本部長言ってましたけれども、はいまあ、通過した先が教団だった方々ですよね、うんまあ、すごくその、えー、やり過ごすための美法作に見えますしその美法作があまりにも非常識で、うんえー、すればするほどキーに移るというか、うん、馬脚を表すというような感想も持ちました、うん、またあの国際的なチームっておっしゃってましたけれどもその前にあえて 第三者、敵というところにこう強調しておっしゃっていたので、き、はい、今日出られた方々は、場合によっては全員信者さんの可能性がまあ高いようにも映ります、うん、そう思うと、本当にあの外部の目、本当の第三者の目っていうのが入っていない。 入れようとしていないなだからこそちょっとこう世間から見るとおかしな会見内容になってしまうんだろうなというふうに思いますうん、うん、なるほどですからあの宗教2世の20人もそして第三者的な国際的なリーガルチームももしかしたらこれも全部うちわじゃないかというそんなことも考えられるわけですか。 おそらくそう考える方があの自然だと思いますねなるほどはい。さあそんなですね菅野さんがここまで活動されてきました検討会なんですけども、はい、振り返っていきますえ、河野大臣をはじめ紀藤弁護士や菅野さんがメンバーとなり出席しました消費者庁の有識者検討会これ全部で8月末から7回行われていてそのすべてに河野大臣が出席したという力の入れようでしたえ、うん、この検討会を経て政府へ質問権の必要がある という報告をまとめ提言をしましたそれによって初めて質問権の行使へと至りましたあの専門家や鈴木エイトさんらジャーナリストによるともう本当にこの検討会有意義で充実していた大きな成果を得たというふうに評価しています、うんはいえー、菅野さんも決定的な一歩を踏み出したというふうに話していらっしゃいますけれども振り返っていかがでしょうかそうですねあのまあ合言葉が 枠を超えるということで、第1回目から、やはりあの法改正、そしてこの根っこにある旧統一教会に対する対応。 ここもしっかり打ち出すんだっていうことは、あのみんなのあの共通の合意事項だったので。まあ、それがあの力になったというふうに感じてます、うん。なるほど。あとこれ、オープンでライブの中継も入れながらということで、まあ、多くの人が見ることができるという作りになってましたけれども。それも大きいんじゃないでしょうか。どうも。そうですね。うん、あの政府におもねった発言はできませんし。また、同時中継されてるので、終わった後もすぐメールとか電話で。ちょっとここ足りないんじゃないみたいな、委員、うん、にはならなかった。 それこそあのジャーナリストの方々だとか弁護団の方々そういった人たちの反応とか提案がダイレクトに<ー>あの来るのでまたそれをすぐ、えー、反映させるしかも、週一ペースなのでなんかこうすごくタイトといえばタイトですがなんかあのスピーディーに物事を積み重ねることができてと、うん、とても良かったなと思いますじゃあその検討会のメンバーだけじゃなくてこのまあ動画とかを見て意見をくれる方も大勢いらっしゃったということですか。 はいあの、私だけではないと思いますけれども私のもとにもあのたくさんあの、えー、さらにこうもっといい方法があるよとか、うんえー、ここがちょっと物足りなかったっていうような意見はすぐ来ましたので<ー>それをまた次週に反映させるということを繰り返したので、はい、なんかこう委員だけで作ったというよりは委員、うん、の,の外の皆さんと一緒に作り上げてきたという印象です。 さあそ,してそして今後の想定される流れですけれども、はい、10月25日にも文化庁の専門家会議が開かれると予定されていますその後旧統一協会に運営実態の報告を求めたり関係者へ質問をするということになっています、うん その調査ですけれども文化庁衆務課の職員8人が行うと決まっていますで、この調査どれほどの実効性があるのか気になりますが菅野さんが懸念しているのはこちらです調査する衆務課の8人に法律の専門家がいない体制の強化が必要なのではということです菅野さんですからこれ衆務課の方8人でしかも専門家いないとなるとなかなか難しいんじゃないかなって我々でも思ってしまうんですが あのその通りだと思います、うん、あの文科大臣は8人で頑張ればやれるというふうにおっしゃっているみたいですけれども、はい、気合の問題ではなくて<れ>専門性とかの問題なので、うん、まあやはりちゃんとあの文科省の他の部署とかあるいは法務省とかそういう調査したり分析したりということをまあ日頃からやってきた方に早く入ってもらう必要があると思います、うん、これ、実際にその体制の強化はできそうなんですかね。 えとまあ、大臣、そうおっしゃってるけれども、一方で、まあ、やはり政権として、まあ、強化必要だろうという声も聞こえているので、えー、まあできるしあの、やってもらわなきゃ困ると思いますね、なるほどあとはやっぱり外からのサポート、今までずっとこつこつ調べてきたあジャーナリストの人とか、弁護団とか、まあ、そういう方たちに謙虚に教えを請うって、資料をいただいて、うんえー、分析をあの共にやってもらうと。 いうことも必須だと思います。はい。そして懸念二つ目ですね。え、はい、専門家会議では信教の自由に踏み込まないかをチェック。調査手法は議論しないのでは、うん、ということです。さあ、そしてその先の解散命令の請求に関してなんです。はい、かなり揺れていましたよね。はい、こちらです。おととい岸田総理は解散命令請求の理由要件に。民法の不法行為は入らないと明言をしていました。 ところが一夜にして一転しまして昨日政府の考えを整理した結果民法の不法行為も入ると話しました、うん、ちなみになんですけれどもこちら宗教法人法の解散命令は法令に違反し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為これが確認されたときに解散命令請求できると決まっています。 1995年には東京高裁でオウム真理教の解散をめぐって刑法等の実定法規の定める禁止規定、<本>えー、禁,止禁止規範、または命令規範に違反すると書かれておりまして、うん、この刑法等というところに民法やその他の条例が含まれるのではないかと解釈を変えたということですよね。はい、これおととい火曜日、そして水曜日ということになるんですけども、うんまあ、もちろん総理大臣の発言って大変重たいと思うんですが のさんこのまあ一点この方針をまあ変えたというふうに受け止められる発言なんですけれどもあの菅野さんね、ね弁護士でいらっしゃいますけれどもこの法解釈が変わるということに関してはどういうふういいいふに思っってらっしゃまますか、まああの正しい軌道修正であればこの点は歓迎したいというふうふに思いますけれども、まあ、やはり質問権やりますって言って う前にですね。うん、じゃあどういう事案で質問しようとしてるのっていうところを詰めきれてないっていうのはちょっと政府としてかなり不安だなっていうことも一方で感じてます。うん、なんかその準備がこの火曜日一昨日の時点でできてなかったということなんですかね。まあ全開すればそうですし、ちょっとうがった見方をすると、まあやはりその。うん 刑法のなんか事案がありそうだということも岸田総理、おっしゃってたんですね、うん、つまりなんか刑事事件がありそうだよということを匂わせながら、もうすでに何十件もある民法の関係をこう外して、そしてまあ先送りをして、えー、まあ様子を見る、あるいは質問はするけれども、請求はしない、うん、こんなシナリオが一部でまあ描かれていたのかなというようなまあ懸念もあります。た、はい、ただいいずれれにしてもあこれじゃ持たないなと いうことで、まあ、一転させたということで、まあ、逆に、まあ、解散命令請求に向かって、大きく踏み出す結果にはなったと思います。うん そして解散命令請求が果たして可能なのかどううかというといころですね菅野、はい、弁護士によりますと教団側敗訴、はい、の民事事例というのはこれまで約30件、うん、そして法令違反の疑いがあるケースもあります反論や疑いを晴らす説明資料はあるのかというところが注目、うん、解散命令請求は可能だと見ているということです,、うん、ですから菅野さんこれはそのまま進みそうだという認識ですか そううですねあのもう教団側の違法行為っていうのが裁判で認められている事案がここにあるように、まあ、数十件ありますのでもうそういったある資料をもとに、まあ、しっかり質問すればやはり疑いは晴れなかったということで解散命令請求に至る、まあ、こういう流れが自然ではないかと思います。あの 刑事民事の話で言いますと過去の事例というのが2例あったんだそうですね <laughs> えと解散命令の請求で言いますと、えー、オウム真理教と明覚寺ということでどちらもその刑事事件だったわけですけども今回はそうじゃないとその辺りの実現性みたいなところはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。 そうですねあの刑事事件と民事事件の違いは刑事の場合は、えー、警察官とか検察官とか、まあ、捜査のプロがあの入って、まあ、しっかり資料を調べ上げているというところが、まあ、民事と違うところではありますただ、この、まあ、民事の事件であっても弁護団が、まあ、かなり詳細に詰め,詰めて詰めて詰めてもぎ取ってきた勝訴判決がたくさんあるのでそういう意味ではあの刑事事件にあの劣らない。 うん、あの資料がもうすでに積もっていると考えていいと思いますだとすると、まあ、ちょっと先の話になりますけれどもじゃあこれ、えー、と解散命令の請求をしましたで裁判所の判断になるじゃないですかその時に裁判所がもしそれを認めなかった場合っていうのはどうなるんですかまあそれはあの認めた場合にしても認めなかった場合にしてもそれぞれ広告という手段があって、うん、まあ地裁、高裁、最高裁とまあ争う道はあるわけです。うん、ただまああの えー、大事なのは、つまり、うん、請求する前に、スピードも大事だけれども、うん、やはりしっかり裁判所に認めてもらうだけの資料を、まあ、ちゃんと集めて請求する、ね、うん、その準備の万全さが結果を左右すると思いますなるほどじゃあ、今後もそのあたり、しっかり準備して進められるかどうかというのがポイントになってくるということですね。はい